カントリーロードは、オーストラリアとニュージーランドに独立店舗を68店舗、ショップインの携帯で77店舗を展開する、中間層向けの衣類チェーン店である。オーストラリア証券取引所に上場し、南アフリカの小売り大手、ウールワースホールディングリミテッドが88%の資本を所有する。同社は1974年にスティーブン・ベネットによって、シャツブランドとして設立された。 1986年にメンズウェア。1988年にアクセサリーを新たに展開し、アメリカに進出。1998年からウールワースホールディングズ・リミテッドが資本参加。2000年から2001年にかけてアメリカから撤退し、同時期に子供服を新たに展開する。2003年にはオーストラリア最大の百貨店であるマイヤーに出店し、これを機に 同百貨店以外にもオーストラリア高級百貨店、デビットジョーンズにも出店し、プレミアム市場をターゲットに販売していたが、2004年7月に低価格医療チェーンとして再出発し、2006年から2007年に25%価格を低くした。それによって70%売上増加した。近年はデザイナーとしてソフィー・ホルトを抜擢した。本社は、 ビクトリア州のクラモーアンに所在し、オーストラリア国内のフラッグショップは、ビクトリア州のサウスヤラに所在している。また北部エリアの本社は、ニューサウスウェールズ州のピットストリートモールにある、フラッグショップ内に所在している。ありがとうございます。